白蛇伝、白蛇伝、白蛇伝は中国の四大民間説話の一つ、白蛇伝を題材にした日本最初のカラー長編漫画映画である。カラー、スタンダード、79分。昭和33年度、芸術祭参加作品。文部省選定映画であった。アニメ映画ではあるが、森重久也が初めて東映の映画作品に出演したものである。 キャッチコピーは、ヘビの姫、現実使い、珍獣の数々の乱舞長領。西部池袋線の練馬駅の西口の案内版。アニメ発祥の地練馬区と書いてある。日本初の劇場幼鳥編漫画映画として、桃太郎の海はし、それに続く、桃太郎界の新兵があったものの、長編アニメ映画制作のシステムが確立されておらず、スタッフたちは他国のアニメの研究から、 アニメーターの養成、アニメ用撮影機材の開発などまで着手しつつ、2年がかりで作り上げていった。この映画の制作に携わったスタッフは、その後の日本アニメ界を牽引する役割を担っていった。また宮崎駿のように、この映画を見た経験がアニメ界に入るきっかけの一つとなった人物もいる。演出は、それまで、東方教育映画部で、 短編アニメを制作していた、矢部下たやすしが手掛けた。制作は、東映動画、配給は東映。公開日は1958年10月22日。声の出演者は、森重久也と宮城真理子。彼らのセリフを、劇作家の八代誠一が執筆している。他に、人物の動きをトレースして、アニメ化する手法、ライブアクションのために、水木城。 松島智子や当時東映に入社したばかりの佐久間、両子らが起用された。DVD は2002年7月21日に、BD は2019年10月9日に発売された。巨船は、聖子のあぜに住む心優しい少年。幼い頃、飼っていた、可愛いい小さい白蛇を、大人たちに叱られて泣く泣く野原に捨てた。十数年後の嵐の夜、 その白蛇が美しい少女の姿に変身する。人間に化けた白娘はお供の青魚のせい、小青と西子に来て宝術を使い豪華な邸宅を作り出す。成人した巨船がある朝友達のパンダと耳ミミと笛を吹いているとその笛の音に応えるかのように呼吸の綺麗な音色が聞こえてきた。巨船は一人の美女を見つける。一方、 パンダとミミィが、さっきの音色の出生を探していると、怪しい少女に導かれ、呼吸を見つけ、持ち帰ることにした。夜、巨船が笛を吹くと、その音に応えるかのように呼吸が鳴り始めた。その後、まんじりともせず、夜を明かした巨船たちは、この不思議な呼吸の持ち主を探しに行く。アオと出会った巨船は、アオに呼吸を返そうとするが、これは、あなたのものと告げられ。 白娘様がお待ちかねよと立派な邸宅に招待される。白娘というのは昨日のあの美しい人かもしれないと思った巨仙は誘われるがままに邸宅を訪れる。中から現れたのは巨仙が思った通りの人だった。あまりの美しさに心を奪われた巨仙は白娘と花畑や庭園で夢うつつなひとときを過ごす。その頃、 巨船が白娘と恋に落ちたことを法力で知った構想、崩壊は、なんとか、巨船を救おうと考えていた。小青と、パンダとミミイは二人が結ばれたことを喜び、木彫りの竜で遊んでいると、なんとその竜が、小青たちを乗せたまま空へと舞い上がってしまった。やっと落ちた先は、宝物殿で、何も知らない小青たちは宝石を二つ、巨船と白娘のために持ち帰った。 しかしその宝石は国宝で巨船はそれを盗み出した泥棒として役人に捕まり、蘇州へ追放され、強制労働につかされることになってしまう。白娘も愛する巨船を追って蘇州へ向かうが、そこで巨船の身を案じて先回りした崩壊と遭遇する。白娘は崩壊に破れ、逃げていく白娘を見た巨船は彼女を追う,ううちに崖から落ち、絶命してしまう。 崩壊は、巨船を島のお寺に葬ってあげようとする。一方、白娘は、竜王に、自分が妖精で亡くなり、妖術が一切使えない人間の身となることを、条件に、巨船を生き返らせてくれる、よう懇願する。白娘の願いを聞き届けた竜王は、白娘に、命を救う、命の花を授ける。白娘は、命の花を持って、巨船のもとへ向かうが、 白娘を化け物だと信じる。崩壊は白娘を阻むため法力で追い返してしまう。そこで小青が深海の王、巨大な黒いナマズに頼み、大嵐を起こして島を襲い、巨船を取り戻そうとする。船に乗って島へ命の花を届けようとしていた白娘はこの嵐に巻き込まれてしまう。小青たちによって命の花は巨船の元へ届き、巨船は息を吹き返す。 巨船は大荒れの海の中溺れている白娘を見つけるとたちまち海に飛び込んで白娘を助けた。この様子を見た崩壊は白娘が人間へと生まれ変わり二人の愛が本物だと知って二人を船で迎えに行く。二人は幸せの国へと旅立って行った。巨船パンダミミリと一緒に町で暮らす青年。子供の頃に小さい白蛇を飼っていた。 横笛を吹くのが得意。白娘白い衣を着た美女。正体は、巨船が子供の頃飼っていた白蛇のせい。巨船に近づくため人間の姿に化けている。一途な性格。呼吸の演奏が得意。小青深海の底に住む青魚のせい。白娘のお供。人間に化けると青色の服を着た小柄な少女の姿になる。パンダジャイアントパンダで。 巨船と仲良しである。腕っぷしが強い。耳イレッサーパンダで巨船と仲良しである。崩壊会に浮かぶ孤島の山城の寺に住む行為の和尚白娘が妖怪であることを知り、白娘と巨船の恋路を阻もうとする。強大な法力を持つ。竜王宇宙の星に住む。ナマズオコアオの王子。深海の底に潜んでいる巨大な黒いナマズ。コアオに頼まれ。 大荒れの暴風雨を起こす。日本初の初のカラー長編アニメ、白蛇伝が作られるきっかけとなった映画に、香港のショーブラザーズと共同制作した、白夫人のあやかし恋がある。池部亮山口敏子、八草薫らが出演したこの実写映画は、中国の説は、白蛇伝を題材にしており、香港で工業的に大成功を収めた。これを受け、 白夫人のあやかしこよアニメ化する企画が、香港の映画界から東映に持ち込まれた。これがきっかけとなり、当時の東映の社長、大川博士は、香港の下請けとしてでなく、独自の本格的なアニメ映画を作ることを考え始めた。当時大きな工業収益を上げるアニメは、ディズニー映画のみだったが、日本においてアニメ映画制作の体制を整えていけば、 将来大きな産業になるのではないかという、鉄道省の役人から、東急の専務、そして東映の社長へと叩き上げてきた大川の経営者としての予測もあった。2時間規模のカラーアニメ映画を目指し、東映の教育映画部が中心となって、白蛇伝の企画がスタートした。この企画のために集められたスタッフには、赤川次郎のジップである、教育映画部の赤川光一、 キャラクター原案と美術を担当する岡部和彦、NHK 技研出身で美術担当の橋本清演出担当の矢部下康氏などがいる。とはいえこの当時の日本にはアニメを制作する会社は影絵動画を含めてもごく少なく、そのいずれもがわずかの社員を抱えるのみの障害者だった。例えば業界最大手だった日動映画ですら、 社員二十数名の社屋のない会社であり、高校の空き教室を曲がりしアニメ制作をしているような状態だった。また、それまでに作られた最大規模のアニメ映画は、対戦中の国作映画、桃太郎会の新兵で、上映時間は74分だった。アニメーションの専門家といえる人材がいない状況で、2時間規模のカラーアニメを作ろうとする、この試みは、 当時の常識から考えて極めて無謀とも言えた。東映は動画会社の吸収、短編動画の制作、動画スタジオの建設、スタッフ要請など数年がかりでアニメーション制作の体制を整えつつ、その集大成として長編アニメ白蛇伝を完成させるという大がかりな計画を立てた。1957年6月末、 白ヘビデンの制作が正式に記者発表された。1956年、東映は手始めとして負債を抱えていた日動映画株式会社を社員ごと買収し、東映動画株式会社へと称号を変更させた。この東映動画に白ヘビデンのために集めたスタッフを送り込み、白ヘビデンへ向けた鳴らしの意味も込め、短編アニメ、 小猫の落書きの制作を開始させた。建設中の動画スタジオのために、スタッフの要請も始まった。日動映画を吸収することで、東映はベテランのアニメーターたちを手に入れた。その中には、山本さなえ、大久野明、森孝二などがいる。しかし長編、白蛇伝のような大掛かりなアニメを制作、量産していくためには、圧倒的に人数が足りない。そこで、 美術大学などにアニメーターとなる人材を求め採用した。この東映動画一期生たちは、日動映画のベテランたちに指導を受け、日本アニメの基礎を担う人材へと育っていく。この時に入社した新人には、後にルパン三世や未来少年、コナンの作画監督を務めた大塚安夫などがいる。1957年には、東映東京撮影所の敷地内に、 動画スタジオが完成。東映動画は日動時代の新宿区原町から同スタジオに移転した。やがて大泉周辺には大小のアニメスタジオが集まるようになっていく。大久原明と森浩二が原画を担当し、新人の動画担当アニメーター42名が参加して約7ヶ月の作画期間と4-047001-0円の制作費。 16,474枚の原画、65,213枚の動画が費やされた。当時はアニメーション制作の経験者が少なく、順次募集されたスタッフにノウハウを教育しながら制作を進めたという。キャラクターデザインの段階から人形を作って作画の参考にしたほか、ディズニーの長編作品でもすでに採用されていたライブアクションを日本で初めて採用し、 俳優の動きを撮影したフィルムを紙に写し人物の動作を描くライブアクションには当時の東映ニューフェイスだった水木城,城や佐久間良子らが参加した予告編では大川博が自ら出演また当時の東映動画スタジオと制作風景も映し出されていたこの予告編は後日の DVD に収録されている1958年当時 東映はすでにオープニングに荒磯に波を使用していたが、本作では荒磯に波を使用せず、二つの炎上の放射線と東映マークという独自のオープニングを使用した。本作品では中国にしか生息しないジャイアントパンダとレッサーパンダが紹介された。公開当時、日本では未だジャイアントパンダがいなかった。宮崎春は主人公の巨船を演じた。 森重の演技に深く感銘を受け、1997年公開の自作、もののけ姫の制作に際して自ら、森重のもとに足を運んで依頼し、お辻主役として出演させた。この経緯は、もののけ姫は、こうして生まれたないの映像でも確認できる。2016年、YouTube に開設された、東映アニメーション創立60周年公式チャンネルで、 本作が2017年7月末まで無料配信された。2017年、日本動画協会が旗振り役となっているアニメネクスト100プロジェクトが日本でアニメが初めて制作されたとされる1917年から100周年となる同年、本作の公開初日をアニメの人制定日本記念日協会に登録した。この日が選ばれたのは 本作の制作にあたって掲げられた志が日本のアニメ史において重要なマイルストーンとするにふさわしいものと関係各員が認識を同じくしたことによる早々期の日本のアニメーション界を描いた2019年度前期放送の NHK 連続テレビ小説夏空では仕上げ会員として東洋動画に入社したヒロイン夏が最初に仕上げとして アニメーションに関わる劇中アニメ、白蛇姫のモデルとして用いられた、一心助けで演歌の一大事。ありがとうございます。